おいや、どうも、IG でございます。本日なんですけども、ユナイテッドは大逆転勝利だーということで、いや、マジで、最高な勝利だったよな、お前ら、マジで、ほんと。2対3。いや、正直2点決められた時、イケイケだったけど、まあ、引き分けできたらな、みたいな。いや、勝ちたい気持ちはあったし、その、相手のね、裏系が甘かったから、まあ、ガルナチョ、フォイ、ラッシュの3人が3トップなら、いけんじゃねえとは思ってたけど、大逆転してくれると思わなかったからさ、ここ最近の出来だとね。だから、まあ、よくて引き分けかなくらいに思ってたけど、大逆転勝利うわということだから、もうほんと、最高でしかないよね。マジで。いや、しかも俺今日誕生日だったし、もうなんか最高なスタートを26歳切ることができて、ほんとにユナイテッド、ありがとう。あら、マイユナイテッド。ユナイテッド最高いやー、マジで、でも心からそう思える試合内容でございました。いや、フォイはさ、生きてる中で俺が一番幸せな男だみたいなことを試合後のインタビューで言ってたけど、間違いなく今日一番幸せな男は俺だから、フォイ、そこんとこよろしくって感じです。まあちょっとね、こんな話を続けてたら、まあ試合の内容入ってこれないと思いますので、早速振り返っていこうかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。まずはメンバーからいきたいと思います。キーパーはオナナ、左からダロとエバオジ、バラン、ワンビサーカー、そして中盤はエリクセン&メイヌのコンビとなっており、2列目は左からラッシュフォード、ブルーノ、ガルナチョ、そしてワントップフォイという布陣でございました。ルークショーとアメニーがね、なぜか今回は招集外ということになっており、そのためダルトとエリクセンがスタメンとなっておりました。またいつもだったらね、ガルナチョが左でラッシュが右って感じだったんですけども、今回は珍しくラッシュフォードが左でガルナチョが右という布陣でございました。さあ早速試合の方振り返っていきますと、今回のアストンビラっていうのはね、あんまり強くなかったような印象もあります。いや、もちろんね、プレミアリーグで3位で首位争いしてるチームだから、俺が勝手にね、もうプレスとかガンガンやってきて、まあエミリーといったらポゼッションだから、もうボール永遠に繋いでね、もうこっちは何もできないんじゃないかっていう予想をしてたのよ。でもそういう予想をしてたんだけど、ポゼッションもね、すっげーボール回しまくるっていうわけでもなく、プレスもね、めちゃくちゃしてくるかっていうとそういうわけでもなかったから、まあそこは結構意外だったのかなと思います。だからね、セットプレーの時は本当に最悪だったんだけども、それ以外のところはね、前半2失点してたけど、まだいけんじゃね、あれまだこの試合ワンチャンじゃねみたいなのはずっとあったと思います。まあそれはおそらく裏抜けが得意なユナイテッドの選手が多かったのと、アストンビラのセンターバックそんなにスピードタイプがいなかったし、裏ケアも甘かったから、まあそう思えたのかもしれません。まあでもエミマルのね、セービング能力だったりキーパーとしての能力の高さにはめちゃくちゃ絶望させられたから、センターバックがあんまり速くないっていうのをエミマルがカバーできてたような感じもあるっちゃあります。前半に関しては結構なんて言うんだろう、絶望してた人とつまんねって言ってた人と、もう寝るわって言ってた人、結構3種類ぐらい分かれるんじゃないかなと思います。俺割とポジティブ派だからいけると思ってました。そんで後半は割とそのいけるんじゃねっていうのはどんどん実現していって、後半は普通にガルナチョ VAR で1回得点なくなっちゃったけど、それ以降ちゃんと2点決めることができ、かつ最後にね、ホイがとどめを刺すということができて、まあここ最近のユナイテッドだとね、逆転した、得点決まった、わーからの失点みたいな、そういうのがいつも通りの流れだったんですけども、そのような失点はなく、試合がどんどん終盤に近づくにつれて、攻撃的な選手を下げて守備的な選手を入れるっていうのをテンさんやっておりましたから、これまでは結構逃げ切りに失敗することが多かったですが、逃げ切りに成功することができ、今回のユナイテッドは勝利することができました。まあ守備的な選手つってもね、メイメイは攻撃的な選手のはずなんですが、特にメイメイのボールキープみたいなのは個人的に良かった思い出がありますし、途中から出てきた若手軍団カンブアラ、ゴア君、メイメイは足を引っ張るようなことはなかったんで良かったんじゃないかなと思います。まあでも今回の試合でやっぱ一番嬉しかったのは、やっぱりガルナチョの得点だよね。
ぽいということで、フォエ、フォエやっと点決まったな。しかも、これぞストライカーっていう感じの得点で、まあ、逆転してくれて、ほんと最高だったよね。いや、これまではさ、チャンピオンズリーグでしか得点してなかったし、フォエが得点してもさ、まあ、いろいろあって負けるみたいな、なんかそういう展開続いてたじゃん。そういう展開が続いてた、フォエが、逆転弾決めてチーム勝たせるっていう。いや、もうほんとこれ以上最高なことはないでしょう。あと、フォエはこれまでさ、ポストプレイとかもまあ頑張ってて、守備意識もマジで高いし、守備もめっちゃ頑張るしで、得点さえ入ればいいよねっていう状況が続いてたから、この感覚はマジで忘れないでほしいし、自信を持ってほしいなと思いました。やっぱなんつうんだろう、サッカー見てて思うけど、頑張ってる奴がやっと結果出す時がさ、やっぱもうケチャドバというか、まあ見てる側も本当にバイブス上がるじゃない。だからマジで本当に、まあさっきのガルナチョじゃないけど、フォエもなんだろう、これまで通り頑張り続けてほしいし、アントニーもね、試合出たら、やれることはやってくれてるので、マジでこの3人は実力をつけてって、ユナイテッドの中心になってってほしいなって感じです。てかまあ、フォエの話を戻すけど、やっぱこういう裏抜けを狙う戦術とかだとさ、フォエ、まあポストプレイもいいけど、やっぱ足速いから、裏抜けも悪くないし、まあアタランタ時代はさ、カウンターの中心人物だったわけじゃん。だからまあ、そういう戦術を取った場合だと、そういう使い方もできそうだから、マジでフォエ、今後の進化に期待って感じだよね。まあとりあえず今、フォエに対してめちゃくちゃいいことばっか言ったけど、フォエちょっと連携面が弱い気がするから、もうちょっと連携面、まあ特にウィンガーとの連携を良くしていってほしいなと思います。その辺がうまくできるようになって得点できるようになったらもう本当に完璧だから、フォエ、もっと高みを目指して頑張ってくれって感じです。そしてもう一人、ラッシュフォード。今日は悪くなかったんじゃないか？いつも立ってるだけだけど、そんなことはなかったし、割と守備にも頑張りながらのボールを持ってたらやっぱ脅威にはなってたし、クロスとかね、パスでのチャンスメイクは非常に良かったと思いますから、ラッシュフォードもね、徐々に調子を上げてってくれて、まあ、チームを勝たせてくれたらいいんじゃないかなと思います。いや、なんかここ最近のラッシュがひどすぎたせいかよく見えてしまってね。まあでも実際今日のラッシュは良かったと思う。俺はラッシュに甘いからあんまり参考にはならないけど、本当にラッシュほどもいい感じだったんじゃないかなと思います。まあ良かったとはいえ、1億8000万ユーロの出来かっていうと、まあそうではない気がするから、もし本当にサウジが1億8000万ユーロでラッシュにオファー出してるって言うんだったらば、いや、期待はしてるし一番大好きな選手よ。でもまあ、本当になんつうんだろう、俺だったら出さないけど、客観的に考えたら、まあラッシュほど出した方がいいよねっていう人がいてもおかしくないと思います。まあでも、ラッシュほど好きな俺でも、1億8000万ユーロって言われちゃったら、出してもいいかなって揺れるから、まあ世論としてはやっぱラッシュほど本当に1億8000万ユーロのオファーがあって、ラッシュがね、サウジに行くことに前向きなんだったら、まあ、移籍もやむを得んよなと思います。マジでこの辺の意見分かれると思うし、1億8000万ユーロあったらね、多分、久保くんと三笘両取りとかも、ギリできるかできないかのラインでしょ？そう思ったら、まあいろいろ考えること、思うことあるから、まあ皆さんの意見の方お聞かせください。そんであとは、あれだな。ちょっと、良かった選手続けて話すと、やっぱ、エヴァおじのこと話したいよね。エヴァおじがいたから、まあ2失点で済んでるぐらい、エヴァおじ相当活躍してました。エヴァおじのスタッツもね、素晴らしかったんで、スタッツを見ていきますと、シュートブロック3回、空中戦全勝からのインターセプト4ということですから、本当にエヴァおじ覚醒というか、今日のエヴァおじというのはもはや全盛期と言っても過言ではなかったんじゃないかなと思います。実はエヴァおじが一番の神補強だったって説あるよな。正直エヴァおじが来た時なんでと思ったし、てか俺、そもそもにわかだからさ、エヴァおじって誰みたいな。だからそんな感じだったのに、もうあそこまで見せてくれると思わなかったから、いやもうほんと感動っていうか、マジで実は、今シーズンの MVP、意外とエヴァおじ説もあるよな。まあでもやることやってるだけでなんかすげえハイパフォーマンスかっていうと、まああれっちゃあれなんだけど、でも今日のエヴァおじっていうのはさすがっていうかもうほんと神がかってたと思うし、ここ最近のエヴァおじは本当にチームを救ってると思いますので、エヴァおじほんとこの調子でシーズン終了までユナイテッドを引っ張ってってくれたらいいんじゃないかなと思います。で、まあ最後によかった選手話すと、やっぱエリクセンは物が違ったよね。いや、もちろんちょっとね、オジだなっていう感じる瞬間はね、あったっちゃあった。あったっちゃあったけど、エリクセンがいることによって攻撃はさ、すごい面白かったと思うし、裏抜けの動きとかもエリクセン非常に上手かったし、いや、なんかやっぱエリクセンは、年取っちゃっただけで技術とかそういう判断力みたいな、やっぱサッカー IQ の高さみたいなのは、めちゃくちゃ持ってる選手だっていうのがよく分かったから、もうエリクセン、こいつ候補にね、入りそうで入らないとか、なんかその辺は結構際どいってんだけど、まだまだエリクセンやれるということですから、この調子で頑張り続けてほしいなと思います。あとやっぱメインもすっげー視野広かったし、先が見えてんなってプレーもやってたから、本当に未来を感じるというか、やっぱメインのことは信じていいなと思いました。特に今回はメン
リティが素晴らしいなって思ったよね。いつもメイヌに関してはさ、技術力が素晴らしいみたいな、あの落ち着きやべえみたいな、そんな感じだったけど、やっぱ皇太子のこれ、いやもう最高に盛り上げてくれたよね。なんかああいうメンタリティ持った18歳10代の選手がユナイテッドにいるっていうのは本当素晴らしいし、そんな選手がさもう技術力素晴らしいってもういやマジで最高なことだと思うから、メイヌのことは本当に信じていこうかなと思います。とりあえずこんな感じでね、今回のユナイテッドいいところがたくさんあった、強いて言うなら今回のテンさんの戦術も良かったんじゃないかなと思います。アストンビラね、裏抜けが弱点っていうのは結構配信の始まる前から皆さんプレミアリーグ見てる方が言ってくださってて、そういう裏抜けを狙える3トップを今回組んでしっかり狙ってたわけじゃん。だから多分この辺の戦略は当たってたと思うし、今回はねチャンピオンズリーグでの経験を生かして勝ちそうだなっていうタイミングで、まあ若手選手、まあ守備的なね政策を取ったわけですよ。だから今回の点差に関しては褒めていいんじゃないかなと思います。勝ちそうになったらね、守備的な戦術をすることで褒められるってなんかもう相当ハードル下がってるけど、まあその辺は気にせず、俺の誕生日だから今日はテンさん褒めちぎろうぜ。で、あとはそうだな、こっからちょっと気になるところが全くなかったわけじゃないからそれについて話していくと、やっぱりセットプレイ弱すぎるよね。てかまあセットプレイが弱すぎるのかオナナがやばすぎるのかもうわからん。でも両方だとも思う。正直3点目決められててもおかしくなかったシーンあったじゃん。確か2失点した後のセットプレイとか普通にまた一人相手の選手がフリーになってたりしてたじゃん。だからマジでセットプレイコーチ誰か忘れたけどさ、選手の一人はなんかセットプレイコーチはいい仕事してるって褒めてたけど、いやマジでちょっと褒めることできないっていうか、結果出してくれっていう感じはしたな。もうほんとセットプレイイコール得点みたいな、多分そういう風潮多分どんどん出てくると思うし、セットプレイの質ってなんかどんどんプレミアリーグ上がってるような気がするから、本当にちょっとユナイテッドセットプレイ弱すぎるので、まあ改善した方がいいんじゃないかなと思います。あとオナナはもう信用できないのかね。いやなんか、いや俺は止めれたんじゃねって思うところがあったからさ、思うことなんだけど、オナナマジできつくないか。まあこっからオナナにはね自信取り戻してくれれば全然いいんだけど、ちょっとモヤモヤするというかお前さみたいなのがリアルにありすぎたので、ちょっとオナナに関してはマジでちょっと復活してくれればいいけど、もう復活できないんだったらバユンドゥール君とかさ、まあ、トンヒートンニキとか、まあ、一応いるわけじゃん。あの辺にちょっと交代してもいいんじゃねって俺は思ってしまいました。まあオナナについては意見分かれると思うんで、皆さんいろんな意見を言ってください。であとやっぱ今日はいい選手が多かっただけに、ブルーノがちょっとあれだったよね、整理の日だったよね。全体的に雑だった気がするし、またイエローもらっちゃったし、ご乱心っていうか、いやまあ頑張ってはいるんだけど、っていう感じだったなブルーノ。まああんな感じのことしてたらさ、キャプテンにふさわしくないとかいろいろ言われることはあるけど、言われちゃうよ。だからマジでちょっと熱くなりすぎるのもいいところだとは思うんだけど、イエローをもらうのとかはちょっとやめてほしいかなと思いました。あとはやっぱオフサイド多かったね。まあでもオフサイド多いのは多分アストンビラの戦術だからさ、全然なんつんだろう、仕方なかったことなのかもしんないけど、それでも多すぎるからもうちょっとみんなには気をつけてほしいかなと思いました。いやまあとりあえず感情的に良かった悪かったことなんかバーっていきましたけど、まあいいことがこんなに多かったのは良かったよね。ここ最近の試合ってさ、いいとこがほとんどなかったし、お前ら何やってんだよみたいな、なんかそういう振り返り動画しか撮ってなかったから、いやなんか嬉しい。しかも今絶好調のアストンビラ、なんか週に行くんじゃないかって言ってたアストンビラをさ、しっかり倒せたっていうのはなんかほんと希望を感じたよね。今のユナイテッドって正直チャンピオンズリーグ出場権は難しいだろうなっていう雰囲気だったけど、まあここでねしっかり勝ってくれたことによって、なんかチームの勢いが出そうな感じはあるし、まだまだ順位的にもね、今ユナイテッド6位でね、シティとは2試合差あるけど勝ち点3で、まあスパーズと1試合差あるけど勝ち点5ということですから、こっからユナイテッドが勝ち続けてね、シティとスパーズがね落とせばまだ CL 出場権争えると思いますので、マジでちょっとユナイテッドこの勝利を皮切りにバチバチに勝ってってほしいかなと思います。でね、次の試合はノッティンガムフォレストということで、我らがパンニーなんと今大爆発中ということで、19試合4ゴール5アシストと素晴らしい結果を残してます。まあパンニーに関してはね、見た目だけはバロンドーラーでめっちゃかっこいい選手だから、まあイブラが認めた逸材なわけだし、まあこの感じの調子を続けて、まあユナイテッドに帰ってきて救世主やってくれたら、もう本当それ以上嬉しいことって多分世の中に少ないと思いますから、エランガには頑張ってほしいですけども、エランガにね負けてるようじゃユナイテッドチャンピオンズリーグ出場権取れないと思いますから、マジでここはノッティンガムフォレストぶっ倒してユナイテッド最高な形で年内終えれたらいいんじゃないかなと思います。以上で今回の動画終わろうかなと思います。ラトクリフ政権が始まることによってね、ユナイテッドがこれまで終わってた内部が変わってい
き、その内部が変わってった影響がね、徐々に現れていくんじゃないかと思っていましたが、ラットクリフさんの改革が本格的に始まる前にこんなにいい試合が見れて俺は幸せでしたし、本当にね、26歳が素晴らしい年になりそうだなっていうのが見えて本当に良かったかなと思いました。以上で今回の動画終わろうかなと思います。あ、でもあれだな、確か今年のことを振り返る動画撮りたいので、明日か明後日に配信で皆さんの意見を集めて、多分12月30か31日にそういう動画出そうと思います。ぜひぜひ配信で今年1年間いろいろあったことを振り返っていきましょう。ユナイテッド以外のことについてもね、ラリーが2強中心になると思いますが、やりますので、ぜひぜひそのようなクレアマドリディスタの方も来てくれたらなと思います。それではまた配信なし動画でお会いしましょうってことで、わいよ。チュ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